結構やり始めるとあっという間で。そうですね。うん。いや楽しかったですよ。本当？はい。よかった。最初はね、僕本当どうなることかと思って。僕もどうなることかと。イリノ君に対してどういうおしゃべりをしたらイリノ君が喜んでくれるのかしらみたいな。恋する女子高生のようになってしまった。このおじさんが。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、だってね、だってみんな気づいてる人は気づいてるかもしれませんけれど、僕とイリノ君の年齢差を親子ほどありますからね。そうですね、どんな話をしたら合うんだろうっていうのが実際僕の中ではすっごい心配だったんですよ。そうですか。うん。だからぶっちゃけた話、このラジオのネットラジオのお話が最初に来た時に、はい、僕でいいの？俺できないよ。最初一回断ったもん。そんな。うん。だけど、はい、だけど今一回目のこれね、はい、ちゃんとやり終わって、はい、あ。これならできそう。ああ、よかった。イリノ君、いい子じゃん。よかった。いや、ありがとうございます。本当に。そんな風に思いました。あ、やってよかったな。いや、僕も本当に、よかったです。うん。石田さんでよかったですよ。本当？はい。もう、世渡り上手。そんな。これから大物になるよ、イリノ君。ありがとうございます。こんにちは、イリノミユです。こんにちは、石田明です。どうも。どうもさあ、もう、8月も押し迫って、もう31日ですよ。31日だ。ねえ。はあ、もう、まあ、収録的にももう、8月も、後半に差し掛かってきてる頃なので、はい、ちょっと確認しておきたいことがあるんですけど、はい。イリノ君、はい、夏休みの宿題は終わった？あれ？いけ？じゃなくて、いや、今年は夏休みの宿題は、夏休み前半に終わらしちゃう、はずでしょ？あれ、なんか、あれ、あ、その話なんですか？覚えてる？はい。そういうこと言ってたよね。まあ、ね。あと言ってないような気もする。今年こそ、もう前期に終わります。ほらほら、今の聞いた？え、ちゃんと今年こそ、もういい、おかしい。なんだこれ。さあ、ちゃんと証拠も残っているということでね。なんだこれ。うん。ということで、確実に終わっているはずなんですが、まあ、確認の意味も込めてね。どう？まあ、はっきり言うと、うん。終わっては、いませんってね。まあ、ごめんなさいっていうことで、まあ、ね、皆さんね、どうしますこれ。今年こそ、もういい。流さなくていい。間に合うの？間に合う。まあ、間に合わせますよ。まあ、間に合わせる。はい、間に合わせ、まあ、毎回それでこう、どうにかなってきた男ですから、僕は。っていうかね、まあ、どうにかしなきゃいけない。そう、どうにかしなくちゃいけないんですよね。ダメだよ、ゲーセン行ってガンダムのゲームやってるじゃん。ダメだよ、遊んでちゃん。ねえ、もう楽しいんですもん、あれ。負けたくせに。負けた。もう、いいんです。もう、さあ、なんだ、チキショー。なんか楽しいな、今日は。くそ、すごい楽しいな。いきなりなんか俺だな。こうやってね、一つずつなんか、あ、約束っていうのは破っちゃいけないんだ、守んなきゃいけないんだっていうことを学んで大人になっていくの。そうですね、やっぱ自分が言った言葉には責任をね。そう。何回も流されましたからね。そう。3回ぐらい流れてきましたからね。もう責任取ってくださいね。本当に。本当にイリノ君があと残り少ない夏、まあ、もう皆さんが聞いてる時点ではもう8月終わっちゃいますけれども、これから、この収録から8月31日までの間に、短い間に、はい、この間にイリノ君が頑張るように皆さんも祈ってあげてください。はい、祈ってください、皆さん。はい。というか、まあ、まだやってない人もね、言いますよ。ね、一緒に頑張りましょう。思うよ、俺も。ね、一緒に頑張りましょう。ね。悔しいな、なんか。じゃあ、今日も始めてみましょうか。はい、わかりました。それでは、張り切っていきましょう。ほら、張り切って。ラジオ DNA エンジェル、スタート！だからね、今日初めてなんですけども、ピュアな方って聞いてたので、どのぐらいピュアなのかを今日、いや、やめてください。うちのイリノになんてことを言ってました。いや、だってやっぱりピュアなもん。イリノ君、逃げて、イリノ君。まあこんな感じで、そういうことになってますが、はい、目の前にこうやってピュアなイリノ君と、まあピュアな僕と2つ並べてみて、2つってね、物扱いですか。対局のピュアな、ピュア対局どうですか、石田さん。ピュアっていうか、なんかさっきからなんだろうな、福山君がピュア推しをしているの意味が分かんない。どこがピュアなんだろう、福山君。違う、だってイリノ君は今いくつだっけ。イリノ君17です。マジで？え、待って、17？はい。うわ、マジで？
かな。テンション高いですよ。反応すごい。マジで？ドッキリ。そんなに若いだろうと思ってたけど、そんな若いと思わなかった。はい、ちょっと僕の息子なんだもん。そうです、年なんだもん。マジですか。はい、ちょうど丸10違いです。うわー、はい、恐ろしいわこれね。